ああ、回ってた、回ってた。回ってたね。回ってたね。皆さん、こんにちは。ときまるです。いかがお過ごしでしょうか。今日はね、ちょっと話していきます。えー、持ち物が100個以下になると起こる変化、うん、について話していきたいと思います。えー、ラジオ感覚でお楽しみください。<laughs> で、まあね、こういう風に、いつも何もない部屋で喋ってるわけですけど、なんかこの間ふと思ったのが、 うんこういうふうに何もない部屋で喋ること自体がミニマリズムの一つの体現なのかなっていうふうに、うん、思いましたね。なんかふと。で、ちょっとポッドキャストの方であの山、登山の話をしたんですけど、なぜね山に登るのかっていう話をしたんですけど、まあそれもまあ簡単に言うとその一人でバックパックを背負って、えー、一人で山を登るっていう行為、その行為が もうミニマリズムの究極の形なんじゃないかなというふうに思ってて。うんで、まあそれと同じでね、えー、こうなんか何もない部屋の中でこう喋るっていうのは、一つのなんかミニマリズムの体現なのかなと思ってます。うん。で、まあ結構、まあ皆さんいつも見てくださってる方は、あのもう飽きてるかもしれないんですけど、またね、なんかこいつ何もない部屋で話してるよってね、まあ飽きてるかもしれないですけど、まあお付き合いください。ということで、あの、その100個以下になるっていう、 なんか最近そのことについて考えてて、で、まあ、数字は意味がないとかね、うん、そんな数えることはもう意味がないとかっていう意見もありますし、で、僕自身も、もうなんか、いつかってか最終的には、なんか数えることをやめようかなとは思ってるんですよ。ただね、ま、あその100個以下っていうのがなんかわかりやすいっていうね、のが一つあるのと、うんで、まあ、いくつかその、起こる変化ってのはやっぱあるんですよ、実際に。で、 やっぱりもう物がこう軽くなって、だんだんこう背中からね、羽が生えてきます。で、羽が生えてきて、もう空をね、飛べるようになるんですよね。うん。それがやっぱりその持ち物を減らす効果っていうか、が一番大きい。で、このやっぱ背中のこ,こ,、ね、この辺のところから、もうこうピキピキってなって、こう羽がこう生えてくるんですよね。で、飛べるようになる。だからここれがミニマリズムの最終形態。エクストリームミニマリストの最終形態だと思ってます。 うん。という、まあ、あ冗談は置いといてね。冗談が長いんだけども、冗談の下りが長いよ。本当に。うん。ずっとふざけてるじゃない。あなた。うん。ということで、まずね、えー、実際今、僕このバックパック2つで、えー、暮らしてるんですけど、で、この中に、えー、最初55個でした。あ、今年の始まってからね、ちょっと減らして、えー、ぐっと少なくなって、55個になりました。で、えー、その時はこの左の、 黒いね、えー、バックパックの中にすべて生活用品が収まるような量で、えー、暮らしていたんですけども、そこから最近ね、ちょっと増えて、登山系の道具が、ちょっと増やしたんですよん。まあそれも結局昔持ってたようなものをね、一回手放したものをまた結局買い戻してるんですけど、あのテントとか、えー、シュラフとか、そういうこうスリーピングギアとか、そういうところを買い戻してる形で、 今ね、80個ぐらいになってます。うん。で、この80っていう数字は自分の中では、うんまあいつものデフォルトっていうのかな、一番その、長いんですよね、多分80個ぐらいで暮らしてる時期の方が。だからなんか、あこうハイキングとかやりながら、あと写真とか動画とか、そういう制作もやりながら、で、自分がバランスよく、心地よく暮らせる量っていうのが、なんとなく80ぐらいかなっていうふうに最近思ってます。 で、それはやっぱりその登山系の道具が入ってくるとね、それだけ物がやっぱ増えるんですよね。うん、だから点数で言うと結構増えてしまう。ただ、重量で言うと、この間あの、物の重さを測るコーナーをしたんですけど、あの、重量で言うとね、えー、今トータルでそのリストの中の自分の持ち物の全ての重量を足すと、えー、っと、15キロか18キロぐらいになるんですよ。全部です。全部で。もう本当に全部。 あの、家具とか家電とかそういうのは持ち運べないものは抜かしてなんですけど、この洗濯機とかね、えー、テーブルとかあるんですけど、そういうのは外して、自分の持ち物で持ち運べるものだけを、の全ての全重量が、だいたい15から18。で、これね、あの、まだちょっと正確に出せてない部分があるんで、いずれ出したいと思うんですけど、だいたいそれくらいの重さになるんですよ。だから80の割には、多分ね、結構、重さ的には軽いと思うんですよね。 で、それはやっぱりその登山系のギアが多いからっていうことです。一つの理由は。うん。まあそういうわけで、えっと、55個から80個ぐらいに増やしてると。で、今はその持ち物リストっていうものをノートの方で書いてるんで、まあそれもね、あの、更新したいとは思ってるんですけど、ちょっとでも年末ぐらいになるかな。ちょっとそれまで、あの、いろいろ多分動きがあるんで、えー、それが割と固まってから、もう今年の総集編みたいな感じで出したいと思います。そこはね。で、えっと、その起こる変化なんですけど、 まずはあ、100個以下になると持ち物が本当に少ないんで、引っ越しが楽になるってことですね。これも何度も言ってることです。で、実際にもうこれ、この2つだけで引っ越すことができるんで、で、僕自身がこのじ部屋に引っ越してきた時も、えバックパック1つとあとスーツケースですね。その時はスーツケースを持つスタイルだったので、まあ結局その2つで引っ越してきたんですけど、今後はもうこれだけで引っ越すことができると。うん。それが一番大きい。2つ目は、 すべ、えー、てリスト化できるので、もう管理がしやすくなるってこと。で、やっぱ100個以上になるとね、えー、その自分の持ち物が、やっぱりその数えるのも難しくなるし、で、リスト化するのも面倒になるし、長くなるからね。だから、あ結構いろんなあ手間がやっぱかかってくるんですよね。で、それがやっぱり80とかになると、もう、まあ80ってもう割と長いんですけど、自分にとってはね。 でもこう、ある程度その何がいくつあって、どういうものがどこにあるみたいなものを全てもう可視化できるようになるんで、え把握しやすくなりますね。明らかに、圧倒的に。うん、それはやっぱりその100個っていうラインがあると思います。で、もちろんそれは少なくなればなるほど、もう簡単になりますよね。そのものの管理とか、何が今あって、えこれから何を手放してみたいな、そういうこう、入れ替えみたいな時もすごくスムーズにいくようになるんで、うん、そういうところはね、 一つね、利点としてあると思いますね。はい。それが二つ目。で、えー、三つ目ですね。三つ目は、うん、なんとなく、こう、ミニマリストとして、例えば、あの、活動したいと思っている人とか、うん、なんかそういう時に、百個以下っていうのが一つわかりやすいですね。わかりやすいってことです。数字のラインとして。うん、なんかね、こう、やっぱ物の数っていうのは、こう、数字っていうのは世界共通の言語なので、 あの、海外の人とかね、その日本語が通じない人とかに、と話、話しても結構ね、あの、何個だっていうふうに持ち物を言えると結構ね、面白いんですよ。うん、そこでこう会話が生まれるというか、うん、え、100個しか、80個しかないんだ、みたいな感じで、うん、I have, I have 80 possessions っていう、こうなんか、そこから話をすると、80個でその中に何があるのって話になったりとか、 なんかそういうね、一つのやっぱその数字っていう共通の言語の中で、共通のまあ認識のな、認識がある中で、えー、100個以下っていうのがわかりやすいってことですね。うん。なんか、そのミニマリストとしてね、まあ、まあ、僕はなんかそんなにこう、ミニマリスト、ミニマリストはあんまあしてないと思いますけど、まあしてるか、まあしてるか。こういう、こういうところでね、あの、暮らしてて話してるから、まあ全然してるんだろうけど、うん、でもなんかその、例えば、あの、 ね、ミニマリストとしての活動をこれから、あの、したいと、もし思っている方がいたら、あの、わかりやすいってことです。うん、100個以下になるとね、私は、ああ、70個ですとか、うん、50個ですみたいなことを言えるから、うん、それはなんか一つのその持ち物のラインとしてね、えー、わかりやすいと。ただまあ、それが、それだけが強調されると、うん、あんまりね、良くないというかね、あのー、悪い方向に行く場合もあるんで、 まあ、物の数は全てではないんだけども、その数字っていうのは、あの、共通の認識として分かりやすいっていう。うん、それがまあ三つ目です。うん、まあ大体、えー、100個以下になって起こる変化っていうのはな、あの、そんなもんなんですけど、まあ、その先のちょっと話をちょっとするとあの、そういうもの、まあ減らして管理がしやすくなるとか、そういうところから付随していって、やっぱりね、えっと、買わなくなりますね、物を。 うん。物を買わないっていうことは、やっぱりそれだけ出費も減るっていうことです。で、やっぱりね、あの、アイテムによっては、あの、高価なものとか、自分はその物を減らして、なんかいいものを一つ手に入れたいとか、なんかそういう考え方があるし、どちらかといえば、まあそういうふうな考えになりやすいですけど、だから、あの、結局物を減らしても、出費が、出費はそんなに減らないっていう人もいると思います、これは。 うん、でも、なんか全体的に言えるのは、やっぱり、あの、80個って決めたなら、その80個以内で生活するようになるので、なんかね、それ以上買いたいとか、っていうのがなくなってくるんですよね。自分の必要十分というかな、まあ最低限のラインっていうのが、こう見えてくると、それ以上に物を買ったりとか増やしたりとかしたいというふうに思わなくなりますね。 うん、だからそういう面で、えー、かなりその経済的には、やっぱりなんだかんだ言いながら、うん、いろんなミニマリズムの方法がありながら、えー、経済的にはかなりい良い状態になると思います。うん、それがまあ、起こる変化ではありますね。で、引っ越しがしやすくなって移動しやすくなる。うん、で、移動しやすくなるっていう面で言うと、あの、フランスの経済学者にね、ジャック・アタリさんっているんですけど、 うん、哲学者、経済学者、思想家、思想家なのかなうん、と言えるかもしれないけど、ジャックアリがあたりが、そのもう10年ぐらい前に、えー、ハイパーノマドっていうね、概念を提唱してるんですけど、これはそのもう、いろんな意味で人間の動きとか、そういうもの、まあ、世界の政治とか国とかそういうものが、 液状化して、もうこう、ノマド化していくっていう感じ。で、それは人、人の動きがやっぱり基本的なところなんですけど、人の動きがもう流動的になって、うん、場所とか、オフィスに縛られてた時代から、もう一気に変わるだろうって。もう、どこでも働くような、うん、どこでも人間が移動して働くような世界になるだろうってことを、もう、10年ぐらい前なんですよ。多分2014年とか15年ぐらいに、あの、出てるんですけど、 なんかそれがやっぱりそのコロナ禍で加速しましたよね。一気にね。で、そこに一つあるのは、その流れの中にミニマリズムっていうのは、まあ位置づけられなくもないかなと思ってるんですよね。うん。そのハイパーノマド化する世界。うん。ハイパーノマド化する世界の中でえ、その要素としてミニマリズムが、あの、適用されるというのかな。ミニマリズムを適用してハイパーノマド化する。あるいは、ハイパーノマド化する人たちっていうのは、 ミニマリズムを取り入れている。っていうふうに言えなくもないと思います。うん。これはな、あの、やっぱりその職業的な意味で、あの、どこでも働ける。まあ、例えばエンジニアとか、そういうこう、オフィスに囚われないっていう働き方が、まあ今、主流だとは思うんですけど、あの、もう一つのその移動的な側面でね、やっぱりあの、もう100個以下で何でもどこでも移動できる。で、家も持たず、まあ、あの、物件も所有せず、で、オフィスも作らず、 で、どこでも仕事をできるっていうふうな状況。そういうような状況を作り出しやすいですよね。うん。持ち物がバック、バックパック一つになるとね。うん。だから、まあ、自分なんかももう本当に、うん、この中にすべてあるんで、もう財産もないようなもんです。車も家も持ってないし。で、まあ、この撮影しているカメラが一台と三脚があって、あとはもう、こまごまとした。ま、すべてが生活用品っていう感じ。で、 本とかね、読む、読、読みたい本をその時に1、2冊、うん、手元に置いておいて、で、読み終わったらそれをまた売却、あるいは人にあげて、また次の本を読むみたいな。まあ、そんなもんです。手元にあるのは。で、あとは最近結構アナログでノートとかペンとかも使ってるんで、あの、ノートとペンはあって、たまにこう、実際に書いたりはしたりしてますね。だからそういうちょっと道具もあったり、あとは PC か。うん。コンピューターは、 やっぱり編集ですね。まあ、動画編集、まあ、この YouTube の動画とかもそうですけど、編集に必要なので持ってます。ただそういうものもそんなにかさばらなくてコンパクトなので、本当にもうバックパックの中に入れてね、まあ、すぐすべて持って移動できるような状態にしています。はい。ということで、まあ、あの、いろいろ話散万になっちゃいましたけど、えー、持ち物が100個以下になって起こる変化。まあ、主に3つのことですね。まとめると。えー、引っ越しが楽になる、 物の管理がしやすくなる。で、数字という共通認識の中で分かりやすい。ミニマリストとして活動するときに、わ、えー、分かりやすいってこと。で、その3つが、つをもって、えー、さらに経済的な面とか、あるいはそのハイパーノマド化する世界とか社会に、の適用とか対応、そういうものの能力が上がってくるってこと。うん、そんな感じですね。まとめると。はい。 まあちょっと抽象的な部分もあったかもしれませんが、えー、最後までお聞きいただきありがとうございました。えー、この動画では、あこういうふうに部屋の中で、ね、何もない部屋の中で私が一人、しょうもない、しょうもないことを、しょうもないことを真面目に語る、語っているチャンネルです。はい、いろいろふざけた企画とかもたまにやった,やったりしてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回の放送で、チャオチャオ